経済者の須賀神社周期礼大祭の御子と、獅子諏訪神社は、佐賀県唐津市にある神社。九だらから、受け依頼という高遣いが、大和朝廷に高を献上するためトライすると、朝廷からは、大イアダの娘である諏訪姫がこの高を受け取るため、浜崎まで使わされ、高狩りの技術を学ぶこととなった。二人は恋愛関係となったが、受け依頼は、帰国することとなり、 その際に行われた鷹狩りで鷹がマムシに締め殺されてしまった。これを嘆き諏訪姫は自害したため、これを痛み諏訪姫は諏訪神社に祀られることとなった。このことから諏訪神社の砂にはマムシよけのご利益があるとされる。七百八十四年創建と伝えられる。上記の諏訪姫の話に監視くだらの存在した時期と合わないためか、西暦五百年頃とされることもある。 応仁の乱の時期に戦火で消失し、その後規模を縮小し再建された。豊臣秀吉が文読、慶長の役のため名古屋城に向かう道邸で戦勝祈願のため参拝したと伝えられ、その際地元民が献上したと言われる持ち子の慶乱は現在でも周辺で土産物として売られている。高にまつわる神社であり、 また軍神である竹港人を祀っていることから、福岡ソフトバンクホークスの関係者が戦勝祈願を行ったこともある。ありがとうございます。